遊べるしね、健康にもいいですよね。あと懐かしいですね。はい、じゃあ5番目、これが何だろう。すおいらむ、ちょっと難しいよ、はい、考えて。並び替えです。並び替えです。ひらがなの並び替えですよ。オムライス。おお、当たり当たり、あーすごい、ピンポン、すごいすごい。ちょっと洋食だからね、どうかなと思って。さあ、じゃあ早い。オムライス。お、すごいね。ちょっとひらがなだからちょっとピンとこない。これカタカナだったね、もうちょっとね。あ、すごいすごい。はい、ありがとうございます。今5問ね、あとね、5問用意してます。やってもいいですか？はい、もう、はい、やってください。はい、じゃあもう一回、はい、頭の体操です。はい、と6番ね、ポケボタン、これをなんだろう、ちょっと並び替えて、ね、はい、分かった人、分かった人。あのね、ヒント、ヒントね、昔のおもちゃっていうかね、玩具っていうか、男の人とかやってたかな。トゲボタン。あ、惜しいな。何かな、難しいね。こうやってちょっと私にやる。あー、ヒントヒントヒント。なんだかわかんない。ラビュー、ピューピューピュー。竹とんぼ。あー、竹とんぼ。ね、男の子でやってたね。竹とんぼだって。竹とんぼ。だんだんね、難しくなってくるんです。自分で作ってやったよ。はい、で今度7番です。食べやひこ。はい、早い。早いね。分かんない人はじゃあ手挙げてからいい。すいません、申し訳ない。早かったね。歯磨き粉、はい、毎日皆さんね、やってますか。歯磨き粉つけてね、しっかり歯磨きね。はい、次は8番です。メフモウンド、はい、だろう。そう、あ、早い早い早い。もうピンときちゃった。すごいね。ねえ、すごい、これだけですごく当てるなんてすごいわ。すごいね。もめん豆腐。もめん豆腐。皆さんどうですか？絹ごしですか？絹ごし豆腐だか、もめん。もめん派？もめん豆腐。もめん豆腐ね、風味があってね、美味しいよね。そうですね。はい、つるつる。少ないよね。うん、少ないね。はい、で次は9番です。ルシダトマ。お、難しい。難しいね、これ。なんだろう、なんだろう。だんだん難しくなってくるから。あー、すごーい。すごい。すごい、すごい。すごーい。すごい、早かったね。かなえさん、もう一回大きい声で。お願いします。はい、答え。はい。すごいね。なるまおとし。はい。よくやりますよね。なるまね。